はい、開いてるよ。いいの？いいよ。入ってていい？いいよ。はい。怖い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 。久しぶりじゃん。怖いわ。ちゃんと撮ろうね。ソーシャ怖ルディいスタンわ。スはちゃんと撮ろう。何その顔。あ、いやいや、やっぱさ、俺らこう、久しぶりじゃん。うん。3ヶ月ぶりぐらいじゃん。え、いいよいいよ、鳥居いさ。や、いい、やっぱね、やっとこうやって毎日遊びに来れるようになったとしてもさ、やっぱ失礼じゃん、やっぱ俺のこのいいパッよ。と、唾が飛んでさ、て。いや、唾いがや、飛んでさ、うん。それでお前が何かあったら俺困るもん。最悪の、マナー、マこれスクはさ、ええけ最低。ど、そう、サングラスいらんやん。これはだから、まあ、あんまり気悪くすんなよ。お前が、お前の唾がこう目に入っ気悪いて、な。気悪いよ、それ。そういうのがあるじじゃあゃん。俺もマスクしようかなってなるから。いや、だから、これは聞いて。だから、最低限のマナーだなと思ってるだけ。いや、そりゃそうだよ、お前、久しぶり、嬉しいよ。いや、俺さ、もうね、ゆうたとさ、リモートでこうやって喋ったりしてたじゃん。もう、物足りない。それはな、うん。やっぱ足りひんもんあるもんやっぱな。こうやって直接喋るのが一番楽しいんだいかや、俺さ、だからこの期間中にさ、ら。もうずっと夜な夜なゲームしてたからさ、もういつもだから今日もし途中でゲーム口調になってたら、じゃ人倒してくみたいな。ゲーム口調になってまう俺。やめたら怖いね。怖いんよ。お前さ、何それ、外人のプじゃレイしてマるっジてでこ人と？倒してく。怖いんよ。30の方角に人いるみたいな言うてまうから俺。お前最高だな。やっぱお前最高に面白いな。怖い。いや、やっぱ怖いわ。触りたいもん、俺、ゆうたに本当は。怖いよ。いや、許されないか怖らいね。よ。ソーシャルディスタンスだからさ。いや、でもさ、俺マジちょっとムカついたのが、横の人も在宅になったんか、めっちゃうるさいね。まあ足音もどん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 。だマから、ジでム普カ段ついはてて。さ、生活ですれ違ったりしてたけど、今一緒になっちゃったりしてんだろういや、マジでムカついてて、ギターとかも夜中鳴らしてくな。るから。いや、マジでムカついてる。それは許せないよいや、な。しやのにこっちが物置立てたらピンポンピンポン来るし、マジムカつくんよ。俺の大好きな優太にそんなことしてんの？眉毛だけめちゃめちゃ怒ってくれてへん。マジで許せないわ。眉毛だけめちゃめちゃ怒ってくれてるやん。どういうこと？眉毛だけめっちゃ怒ってなんかる。さ、その目もわからへんし、口もどうなってるかわからんけどさ、めっちゃ怒ってくれてる。しゃくしゃくれてるっすね。めっちゃ許せない、マジめっで。ちゃ怒ってくれてるの。めちゃくちゃムカつしゃくくわ、れてマへん。ジ。マジめちゃくちゃムカつくわ。めっちゃ怒ってくれてるやん。めっちゃムカいや、つくさっきの眉毛の気はなくなってんねんけど、どうなってんの？めっちゃムカちょっつく、とサマングジラスで。して。めっちゃムカついたんよ。めっちゃムカつく。そうやったら眉毛キュッてなんねんな。マジで許せねえな、いや、あとさ、何が嫌ってさ、こう、もうピンポン来た後にさ、なんか、最初はガーって怒ってくんねん。うるさいんすよみたいな。うるさいよ、お前怒ってくんねんけど、終わった後に、大丈夫ですよ。怖いな。その眉毛がキュッとなるのやめてよ。怖いよ。全然笑ってへん。許せねえんだ全よ。然笑ってへん。もう怒り笑いだよ、俺、本当に。全然笑ってへんって。もうめちゃくちゃ腹立つな、マジで。全然笑ってへんで。マジで腹立つ、腹本立つ。当。あとさ、俺ちょっと、まあ、お前にはちょっともうちょっと早く言った方が良かったかもしれんけど。何よ。何？ちょっと怖いんだけど、急にさ。え、見て分からん家。広くなってる。なってんねんけど。違うの？ちょっと飼ってたフェレットのさ。おう、フェレット。プーちゃん？俺、プーちゃんをここに乗せるのが一番好きなんだよ、本当に。まあちょっプーちゃと。んを頭に乗せてさ、俺頭からこの前、昔さ、血出たことあったよな。笑ってる？で、プーちゃんは？なんか連絡すんのもなと思って、俺もちょっと悲しかったけど、そっか、プーちゃんだな。そっか。泣いてる？寝てた？寝てたのええんよ。
ちゃん、ブーちゃんが亡くなっちゃったんよ。おーごめんごめんごめん、何の話だっけ。ブーちゃんが亡くなったって。え、何、豚のブーちゃんが何だって、フェレットのブーちゃんが亡くなったって話。あ、ブーちゃん。いや、だからお前が来た時にこう頭乗せるっていうのはちょっとできひんくなっちゃったから申し訳ないなっていうのはあるんやけど、なんかでも、ブーちゃんとのさ、なんか思い出、まあ胸にさ、しまっとこうよ。いや、もう6年か、6年おったし、フェレットやと思ったら信じられへんぐらいさ、言うこと聞いてくれたからさ、ええわ、ねんの。こっちが話してるときにねんのいいんよ。めっちゃ寝てるやん。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。めっちゃ追っかけてきてる。寂しいよな。寂しいよ。うん、で、な、何お前寝てるかどうこうとか言ってた。俺完全に寝てるもんやと思って。もう変なこと言うなよ、お前本当にさ。はあ。ブーちゃんいねえのかよ。じゃ来たいよね。ブーちゃんに会いに来た。え？ブーちゃんに会いに来てたの。そんなことで、ユータに会いに来てるに決まってるだろ。手洗った？うん？手洗った？洗ったよ、当たり前だろお前。なんでお前マスクしてサングラス着て手洗ってんの？お前手洗ってんやろ、家来て。お前、なんだその家来て手洗ってんやろ。洗ったよ、お前。なんかこういうのやったりしてるよ、ちゃんと。置いてるアルコール使った？あ、使ったよ。なんか早かったで。お前、いい加減にしろよ、マジで。なあ、おい。いい加減にしろよ、つってんだよ、この野郎、お前。怒ってる？与えるな、お前。めちゃめちゃ笑ってるわ。めちゃめちゃ笑ってるわ。お前よ、サングラス外さずによくそんなこと言うな。めちゃめちゃ笑ってるやん。サングラス外さずにまだそんなことよく言うやんな。めちゃめちゃ笑ってるやん。俺ちょっと帰るわ。帰って。じゃ、事情もなすぎるから帰って。事情もなすぎるからさ。いやー、喜怒哀楽って大事ですね。